植木理子はウエストハムユナイテッドでゴールを決め、国際的な専門家から多くの賞賛を受けた。ウエストハムでは植木がセンターフォワードで、清水里,里林穂のかが中盤で先発出場し、リバプールでは長野風花が中盤でスターティングメンバーに名を連ねた。前節に黒星を喫した両チームの一戦は、一進一退の攻防が続く中、徐々にリバプールペースに、長野が強烈ミドルシュートを放つも、 ウェストハム守護神マッケンジー・アーノルドがファインセーブでゴールを許さず。さらに、セリフォーランドのシュートはクロスバーに当たってネットを揺らせず、スコアレスで試合を折り返した。後半に入ると、リバプールが攻勢を強める中、51分にウェストハム守備陣のパスミスからマリー・ヘビンガーがペナルティエリア手前で右足を振り抜き、そのままネットを揺らしてリバプールが先制に成功する。 その後は、1点が必要なウエストハムが反撃に出る。リバプール守備陣からゴールを奪えない状況が続いたが、後半アディショナルタイムに植木が同点ゴールをマーク、右サイドからゴール前にクロスが入ると、ゴール前の混戦から植木が最後に押し込んでネットを揺らした。なお、これは同選手にとって今シーズンにゴール目となった。植木が貴重な得点を挙げ、 日本人4選手がフル出場したウェストハムとリバプールの一戦は1対1のドローで終わった。